回はですね、 D2C サミット東京10月の開催に向けてボードメンバーの皆さんにお話をお伺いしておりますが、本日はですね、ランクアップの岩崎社長にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介と会社をこう作られたきっかけだったりとか、どういった思いで設立されたかみたいなところをまずは簡単にお知らせいただけると嬉しいです。ありがとうございます。皆さんこんにちは。株式会社ランクアップの岩崎由美子です。私たちの会社はマナラという化粧品、特に一番私たちの会社で有名なのがマナラホットクレンジングゲルという温かくなるクレンジングなんですけど、そもそもの起業のきっかけは、私が16年前にずっと実は広告代理店で夜中まで毎日こう働き続けて、割とブラックな感じの広告代理店だったので、肌が不規則な生活で肌がボロボロになっちゃったんですよね。それで自分の肌をもっときれいにしたいと思いながら、いろんな化粧品を試したけれど、なかなかきれいになれない、だったら自分で納得のいく化粧品を作ろうと思って独立して作ったのがこのランクアップであり、マナラ化粧品なんです。で、私たちの会社なんですけど、ミッションがたった一人の悩みを解決することで世界中の人たちの幸せに貢献するというものなんですね。で、このたった一人の悩みを解決するっていうことにすごくこだわっていて、そもそもこのマナラブランドは、私自身が本当に肌に悩んで、どうしたら自分の肌をきれいにすることができるのかっていうことで悩んだ結果、そのクレンジング、肌に優しいクレンジングを作る。クレンジングってね、メイクを落とす洗剤なので、どうしても肌に強い洗剤で顔を洗ってしまうと肌がボロボロになる。私の理由はそれだったので、美容液でクレンジング作ったらきっと肌はきれいになると思って作ったんです。このように、私たち実は本当にたった一人の悩みを救うことを大切にしているので、今年の春に発売したアクナルというニキビ用のブランドがあるんですけども、それも私たちの会社の社員がもう新卒で入社して、もうずっとニキビの肌に悩んで、もう化粧品会社の製品開発に入ったのにニキビがひどすぎてもうやめたいっていうぐらい悩んでたんです。その彼女が5年かけて自分の肌を変えたくて、それで作ったのがニキビのこのアクナルっていうブランドなんですけど、それもすっごくいいんです。自分の肌をもう本当に変えたい、その思いで作ったんですね。なので私たちは常にその売れそうとか流行ってそう、ここ狙ってったら売り上げ上がりそうだねってことではなくって、自分たちが本当に救いたい、たった一人の悩みを本気で解決する。そうすると実は不思議と出来上がった時に自分と全く同じ悩みの人たちがたくさんいるんです。だから私のために作りたかったホットクレンジングゲルも今ではなんと200万人以上の方でご愛用いただいていて、自分が本当に解決できたことがどんどん世界中に広がっていくんです。なので私の夢はもちろん世界中の人たち、世界の平和なんですけど、私は世界中をすぐに平和にすることはできない。でも自分の悩みを解決することはできる。そうなるとたった一人を先に救ってから広げていった方が早いんですよね。私の作ったホットクレンジングゲルはもう今や中国、台湾、シンガポール、タイ、香港、そして世界にどんどん広がっていってるんです。なので本当に誰か、この悩んでいる人、その本人を助ける、それによって広がりを求めていって世界中の人を幸せにする、これをすごく大切にしているので先にねお話しさせていただきました。ありがとうございます。やはり今お話にもありましたけれども、岩崎社長の会社ランクアップさん、
本当に女性が楽しそうに働いてらっしゃるのが印象的で、まあ、もちろんご自身が起業されたきっかけだったり理由というところもあると思うんですが、こう岩崎社長が思う女性が働きやすい環境だったりとか活躍できる環境というものがどういうものなのかというのをぜひより具体的にお伺いできると嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり女性も男性ももちろん働くっていうのは自分が、ね、貢献できてるやりがい、自分がね、こうやりがいがあるっていうことが一番だと思うんですけど、その中でやっぱり女性にとって一生涯活躍するには長時間労働がやっぱ難しいんですよね。子育てがある男性もあるんですけど、どうしてもね長時間労働っていうのは保育園の迎えもあるし、あと私でもね長時間労働さえなければ女性は一生活躍できるんだって思ってたんですけど、実際出産してみたら考えが甘くって、子供ってすぐ熱出すのでママは子供と一緒に休まなきゃいけないんですよ。自分だけの、ね、都合でとなるんですかね、仕事にならないですよね。それで会社でベビーシッター制度というのを入れて、ベビーシッターがいて1日2万5千円から3万円ぐらいかかるんですけど、それを会社で負担して本人は300円の負担でいいっていう制度を始めたんですね。それによって何が救われたかというと、結局子供たち、子供が熱を出してママが休むと、同僚からね、最初のうちはいいよって言われても、あまり続くと、ママにはやっぱり責任ある仕事は任せられないっていうふうに言われちゃうんですよ。で、ママも、ああ、また子供が熱出して休むなんてごめんなさいみたいな。私なんていてもいなくてもいいですよねみたいになっちゃうんです。だからどうしても出社しないといけないような時っていうのはベビーシッターを使って自分は会社に出社できる、それで休まなくていい、それでも活躍できるって環境を整えてあげたんですよね。ありがとうございます。今回の D2C サミットでもやはりその女性が活躍できる環境づくりっていうところと、まあ、例えば D2C というビジネスモデルのこう関係性みたいなところもお伺いしていきたいなと思ってるんですが、ぜひその岩崎社長のご経験だったりとかそれを踏まえて今回の D2C サミットの場所でですね、参加者の方とお話ししてみたいことがあればお伺いしてみたいです。そうですね、私はいろいろお話ししたいなと思うんですけど、もともと私広告代理店で営業として、まあ、取締役として働いていたんですけど、そこからこのように私独立して今は化粧品会社を始めているので、そういう独立とか新しく自分が叶えたい自分のミッションに向かっていく、そういうことに対して、ね、どのように起業していったのですかっていうような、そういう起業に対してのきっかけだったり、そういう話もしてみたいなと思いますし、あとはまあ、私も女性なので一生女性がね活躍していくっていう上で大切にした方がいいことだったり、まあ、気をつけていった方がいいことだったり、そういうこともお話ししてみたいですね。ありがとうございます。ぜひですね、まあ、やはり私自身も女性ということもあるので、これからのライフステージとかいろいろ考えたときにどういう環境で働く場所を選ぶかということもあると思いますし、もう一つですね、ぜひお伺いしてみたいのが、今岩崎社長の立場から見てこうもっといろんな企業がこういうふうに変わっていったら女性も男性もより活躍できたりとか自分のこう希望する働き方ができるんじゃないかなみたいに思うところがあれば、そのあたりもぜひ教えてください。そうですね、私が今思うのはやはり自分に得意なものを見つけることですかね。仕事ってやっぱり一生涯続けていくことになると思うので、何かしら自分の得意とするものを最初社会人になってからある程度の年数でこう自分の強みを確立していくことってすごく大事かなって思います。そうするとどんなライフイベントが起きたとしても自分のその強みをね生かしながら、もちろん退職しても次の就職ができたりとか、強みを生かせることでやっぱり社会から一旦離れたとしてもどこかで活躍できるっていう自分自信が持てるんじゃないかなって思うんです。ありがとうございます。
ぜひね、そういったところもこう参加者の方もその場でぜひお話を伺いながら当日はお話ししていけたらと思っておりますが、今回岩崎社長には D2C サミットボードメンバーとしてご参加いただいております。ぜひ10月5日6日に向けてですね、どういった場にしていきたいか、どういったお話を皆さんとできたら嬉しいかなど、最後にメッセージいただけたら嬉しいです。そうですね、当日は皆さんね、とても意欲の高い方たちと一緒にお話できると思うので、これから先のね、D2C の拡大もそうですし、いろんな方がそこにチャンスを求めて、変化やね、挑戦という気持ちを求めてそこに集まっていると思うので、お互いにね、まあ、私もまだは発展途上だと思っているので、お互いに切磋琢磨しながら意見を交換して、大きな未来に向かっていけるような、そういう時間にしていけたらいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。10月はですね、ぜひ皆さん同じ会場でお会いして、ぜひ近い距離でいろいろお話できたらなというふうに思っております。改めて岩崎社長、本日はお話を伺いできてありがとうございました。ありがとうございます。